みなさんこんにちは。Welcome to AEO f i l e さあ、今度は英検一級の感想動画でございます。まあ順一級を終わって、でまあちょっと休憩時間があったぐらいかな、三十分ぐらいかな。で集合時間の五分前ぐらいに到着したんですけど、まあ一級の受験者は多分まああの教室の中には五十人ぐらいいたと思うんですが、まあ自分は後ろから五番目とか六番目だったと思います。ただね、えっ、ー、と待ち時間すごく長かったんですよ。 たぶんで、えー、まあそのね待ち時間中に頭の中でもぐるぐるいろんなあの問題をこう回してるわけですよ。政治が出たら、えー、この具体例とかこの理由とか、ねえー、貧困が出たらあれを使おうとかねいろいろこうリハーサルをしてたんですけどまあえー、っと、まあ、時間が来たわけですね。で、えー、その大きな教室からちっちゃな面接室の前に待機させられてで 準1えっと一級の方の動画でも説明したんですけどこの腕時計をしてもいいのか聞いたんですよ。で準1級の時はあのスタッフに聞いてしてあ「あのいいですよ」と「スマートウォッチとかじゃなければいいですよ」って言われたんですね。でも念のためになんかちょっとあんまり自信がなかったので念のために面接官に直接聞こうと思ったんですよ英語で。なのでえっとまあ入,り入る準備をしてでトントンって言って「ハロー!」って言って。 で please take a seat って言われた後に、oh, can I ask you one quick question って言ったんですよでその時点でねあ、uh, no sorry って言われる覚悟もできてたんですよね、うん、なんかまあそうなったら仕方ないなと思ったんですけどあそうって言われたんで、um, am I allowed to wear a wristwatch って言ったらやっぱりねちょっとあの困惑するんですよでまあ、面接官お二人いるんですけど日本人の方とネイティブの方がいてなんかお互いこう見てああ、ah いや、yeah, I, I think that's alright l みたいな感じだったので、多分ね、だからもう決まりとかないんですよね、腕時計に関しては。あの注意事項とかにも書いてないし、なんかよっしゃと思ったんですよ。ちなみにダメですって言われた場合は、実は教室の中にあの時計があったので掛け時計があったので、Alright, and then, am I allowed to look at that while I'm speaking? できこうと思ったんですよね。<laughs> <laughs> そう。でもまあこれね、これでもオッケーだったので、おおよっしゃと思って、まあこれ見ながら2分のスピーチをしようと思ったんですよ。 と、はい、いうことで、えっとまあ、早速いろいろ雑談をするんですけど、まあ、やっぱりね自己紹介してくださいっていうのがあってでえっとまあ順位級のやつとはちょっと違うバージョンで行ったんですけど、うんまあ、英語やっててそして、まあ、前回英検受けてで、まあ、合格したんだけどでもあのこのスピーチのスコアが良くなかったからちょっとあのリベンジしに来ましたみたいな感じで言ってでその後にもう一つありましたね「なんかっと趣味は何ですか?」みたいな感じって聞かれたので。うん ドライブですよみたいな感じで,でそれがちょっと広がって、えー、終了って感じですね雑談は。で、えー、やっとその時が来るわけですが、えー、目の前のカードをねひっくり返してでさあってトピック見,見るとですねやっぱねやっぱ難しいんですよ。どれもうーんっていう感じだったんですがただ唯一一つ、えー、とちなみに自分3番選んだんですけど3番は、まあ、自分の職種に関わってるものなんで。 あもうこれでいくしかないかと思ったんですよなんか特にその場ではすごく長い具体例とか思いつかなかったんですがもうこれでいくしかないなって思ってしかも q A された場合はこのテーマならば、まあ、なんとかなるだろうなと思ったので、まあ、3番選んだんですけどでえっと、ね、じゃあ、えっと喋り始めてくださいって言われた瞬間時計見てそしてよしって思って喋り始めたんですがちなみにえっとまあちなみにトピックは 自体はその面接カードに書いてるトピックをねあの言うのは多分ダメだと思うんですよ一応ね著作権とかそういうのがあると思うんで,でまあ自分の回答自体には著作権がないので多分言っても問題ないんじゃないかなと思うんですが、まあ、念のためちょっと濁しますねちょっと濁しながら話すと、まあ、3番選んでで主にえっと2つポイントがありましたね。うん、1つ目は あのあ2つじゃなかったかもな1つとして捉えることもできるかもつまりえっとはいえっともっと今よりは自由を与えるべきです、えっと、ただあ,のある程度制限はかけないといけませんよっていうそういう答え方をしたんですよ。でじゃあなぜ今よりは自由が必要かというと、えー、まあ親がね自分の責任を放棄してあの 子供を、ね、こうしつけとかをしないので仕方なくこう今講師がやってるんですよとかでここで具体で思いついたのがじゃあモンスターペアラントちょっと使おうかなと思って、ね、せっかく、ね、親の代わりに講師がこう、ね、生徒子供を叱るのにそれでいろいろクレームされるのってなんか理不尽ですよねみたいなそういう話をして、うん、そうだからまあね本当に仕方ないんですよって親がやってないからもう、ね、我々にもうちょっとこう自由を与えないと。 こうちゃんとしたしつけができないみたいな話をしたんですよ。それが一つ目のポイントで。ただし、えっとねそのフリーあ、その自由を与えてもいいけど、何でもやっていいってわけではないです。っていうちょっと条件をつけて。で例えばまあしつけって言っても体罰はダメですよね,ってね。ちょっとそれはもう論外ですよねみたいな話をしてで、えー、まあ終了したんですよ。別に体罰に関しては具体例とか特にうん。 つけなかったと思うんですけどでふって時計見たらまだだね1分30秒とかだったんですよそうだからあまずいと思ったんですがでもまあいいかと思ったんですよ今回もちょっとじゃあ検証しようっていうことで、ね、90秒ぐらいで終わっても満点は出るのかなっていう検証しようって決めたのでそこで止まりました。でまあ案の定やっぱ「いざろう?」みたいな「ああいうフィニッシュ?」って聞かれたんで「イエス」って言ってでスピーチはそこで終わりました。 うん、だからちょっと短かったんですけど流れとしては、うん、結構ね自分の中では今までの、えっと、スピーチの中で一番良かったかなって思ったのでこれをねちょっと気になりますねどういう結果になるのか。うん、でまあそこから Q&A が来るわけですが、まあ、やっぱりね予想してた通りあのまり、あ、自分のねもう本職のもう本職がテーマなので。 か何聞かれても結構ね、えー、とパッパってこう答えられたかなって思いますでえっ、ー、と質問はね6個聞かれたんですよ全部で,で6個目の質問をされた後に答えかけたらピピピピってタイマーになったんですけどでも一応あの終わらせてくれましたね自分の回答、うん、だからまあ今までの中で一番、えー、と問題数は多かったかなって思います、うん、ただ 自分の回答が特別短かった,ったってわけではないんですよ。でも2、30秒は絶対話してるはずなので。うん。まあ、Q&A、ね、も他のね、自分の過去の経験に比べると、まあ、劣らないぐらいのパフォーマンスだったかなとは思います。はい。ということで、まあ、いろいろね、楽しみにしております。えっ、ー、と、皆さんはいかがでしたでしょうか。あの、感想とかね、ある場合はぜひ知らせてください。 あとですね試験が終わった後に駅に向かってたんですけど途中でなんとこのチャンネルの視聴者さんに話しかけていただけてすごく嬉しかったです、えー、ありがとうございましたあの仮にねあの他の試験会場とかで見かけた場合は是非怖がらず話しかけてください結構喜びますのでよろしくお願いしますはいということで今回は「英検一級の感想動画でした Thanks for watching and I'll see you in the next lesson